こんにちは、PZP です。今日は小山市の免定国産にお邪魔しています。こちら昔はそばとうどんやってたんですけど、今うどんだけになってしまいました。とりあえず見てもらいましょう。それでは行ってみたいと思います。はい、こちらメニュー表です。頼んだのは特盛そばです。こちらが冷たいそば特盛1100円になります。そば自体太くて硬いです。食べてみます。昔あの川のとこにあったお店ですよね。思いがあのうん、うん、あの家事かなんかにあったとこですよね。はい、ああ前の人がやってたね。あ、前の人がやってたんだ。数年前ぐらいに夫婦とも住んじゃってる。あらまあ群馬行って店やったのをやったんだが2年ぐらいに。あ、そうなんだ。で名前が同じ。その後誰もやる人がいないっていうんで、うん、古川3年前に辞めて、誰もいねえ、誰もいねえって言うから、うちはほら、半日まであれからちょっと先だから。あの人が5年やって、俺たちでも33年だから、38年経ってね、ここの店。あ、もうそんなになるんですか。すごいですね。長いって言わな。はい、ありがとうございます。いただかせてもらいます。はい、はい、それではいただいてみたいと思います。すごいコシがあります。おいしい。一本一本はすごい太いです。はい、じゃあ1100円ね。はい、ありがとうございました。どうもごちそうさまでした。どうもごちそうさまです。どうもごちそうさまでした。美味しかったです。また来ますね。はい、また来ますね。よろしく。はい、失礼します。免定国産でそば食べてきました。とっても美味しかったです。そばって普通喉越しを楽しむ感じなんですけど、ここのそばはものすごく太くて
構噛み応えを楽しむそういうそばでした。とっても楽しかったです。はい、相棒はここで寂しがってます。ではまた。